はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はね、ドボット V シーズン2からのもう屈指の名作ロボ、はい、シルバーホークのミニバージョンいきたいと思います。ちっちゃくなっても実力やいかに、もうこのね、白と金色の、ロボだけでもテンション上がる。本当ね、このロボ名作です。で、おなじみのパッケージの裏なんですが、このイラストがね、とっても可愛いミニシリーズなわけでね、早速見ていきましょうか。いや、ドボット V ね、このなんだろう、シルバーホークはマジでおすすめ。トボットって買ったことないよとか、遊んだことないよっていう人もね、これはマジでおすすめ。そんぐらいのね、楽しさはある。はい、てなわけでね、まずはビークルモードからいきましょう。はい、はい、ミニバージョンビークルモードなんですけれども、ロボからこれにね、差し替えなしで変形っていうのはね、なかなかやるなと思いました。で、ちなみにね、通常版だと、ここに時と呼ばれる鍵があるんですけれども、ミニバージョンだとね、それがないんですよ。結構ね、シンプルにまとまってます。ただね、この鍵と呼ばれる部分、ちょうどロボの胸なんですけど、それがね、ちゃんとあるここにちゃんとあるっていうのはね、すごいなと思いました。そんなわけでビークルからロボに変形いきましょう。これはなかなかね、面白かった。この辺のね、ピンを取ってあげて、で、足両サイドを開く。そう、ここら辺はね、通常バージョンと同じ変形パターンをね、結構取り入れてるので、面白いです。はい、で、ここのね、ウィングを広げると、ちょうどね、このボールジョイントがちゃんと隠れてたっていうのが嬉しいね。はい、で、足90度回転で下ろす。で、回転で下ろす。でね、この翼部分は肩パーツと繋がってるので、腕をね、こうやって下ろすことによって、はい、これちゃんと開く。で、腕回転ね。そう、ちょうどね、ロボモードで言うと、トボットの V シーズン2ってエクステンションモードと通常モードとビークルモード、3段変形なんですよね。で、完成後のロボットの形状がエクステンションモード、そう、パワーアップした状態のモードで完成形なんで、はい、それがこれでできちゃうと。で、最後にね、この胸、これを起こしてあげれば、シルバーホークエクステンションモードの完成です。はい、ロボットモードね、今ぐるっと前傾見たわけなんですけども、ちっちゃくてもシルバーホークっていうのはね、もうほんと伝わってくる。で、これはね、通常バージョンも傑作だったけど、ミニもなかなかのお気に入りです。で、ちなみにね、このデカすぎるボールジョイントがめちゃくちゃ可愛い。これがあることによって腕がね、前に向くっていう。肩のね、可動とかはあるんだよね、ちゃんとねあるけど、ちょっと翼に当たっちゃうから気をつけて動かすみたいな、感じで、足はね、結構変形工程の兼ね合いもあって、いろいろと動くと、いいねシルバーホークこれはね、本当に名作。トボットいじったことのない人でもね、マジでおすすめしたいロボの一体です。そんなわけでね、通常バージョンも変形いきましょうか。そう、これもやっぱね、ちょこ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 いじってるんだけど、めちゃくちゃ面白いよ。やっぱりそのミニバージョンにはないね、クリック関節っていうのがあるんで、なかなかにして面白いロボではあります。そう、ミニバージョンだとここの部分をそのまま後ろにパタって倒すんだけど、通常バージョンはこうだよね。そう、こういう感じになります。はい、で、鍵を取り付ければ完成。よし、はい、来たー、シルバーホーク、どうよもう本当にね、このミニバージョンとこの通常版、一緒に並べるのが最近ね、なかなか楽しいなっていう感じ。それぞれね、こっちもこっちもね、いいところはあるので、手のひらサイズ、本当になんか手のひらに乗っかるぐらいのね、トボットなんで、これはね、カバンとかポケットに入れて暇つぶしに遊ぶっていうのは全然あり。はい、そんなわけでね、ちょっと戻してみましょうか。最近も本当ね、ミニトボットばっかいじっててもう本当クニクニいじってます。これは面白い。で、
まあ、この機種の部分は真上にね、でこことでここちゃんとね、これがこの内側に行って、でこの部分が下側に行くような感じに止めてあげる。でちゃんと一つ一つの工程をやっていかないと形にはならない。で、まあ、この状態まで来たら先に腕止めちゃっても全然あり。ちょっと真上に向ければ変形です。でここねピンを止めてあげる。はい、でつま先を伸ばす。でね、足はこのままこう行きたいとこなんだけど、ちょっとねシルバーフォークは、はい、ここで見るとね、まあ、ちょうど、まあ、今こうだったんだけど、こうちょっと上に向けてあげて、これをねくって曲げてあげる。そう、そうすることによってね、ここはちゃんとね止まりやすくなる。はい、よし、これでビークルモードの完成。あれ、ちょっと止まんないぞ。はい、できました。はい、そんなわけでね、今回の動画はトボット V シーズン2からのミニバージョンのシルバーホークでした。まあ、ちっちゃくてもシルバーホークっていうのがねひしひしと伝わってきます。これはねいいよ。もう本当ね、今ねいろいろいじくって遊んではいるんで、なかなかやっぱトボットはいいね。でかいサイズもいいけど、ミニサイズもそれなりの良さっていうのがねもう別であるので、全然面白いです。はい、そんなわけでね、以上となります。ご視聴ありがとうございました。でお次の動画は、はい、キャプテンジャックの予定です。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。